日本歌劇学校は大阪日本歌劇団付属の劇団員の養成機関で現在は休校中。奈良市の近鉄綾目池遊園地内にあった。1922年大阪で小築学劇部生徒養成所として設立された。大阪小築歌劇団付属学校への改称を経て、1956年4月より学校組織に改装。 1958年4月に、奈良市、菅原町のあやめ池温泉場へ移転。1977年12月に、近鉄あやめ池遊園地内に新行者が完成した。ため1978年4月に新行者移転。劇団の経営悪化による合理化のため、歌劇学校は2000年より募集を停止し、2001年3月21日に74期生14名の、 卒業をもって休校している。なお劇団も親会社の支援打ち切りのため2003年に一度解散した。その後再結成された大阪日本歌劇団は現在では歌劇学校の代わりに研修所を設け劇団員の養成を再開、継続している。制度の一部は歌劇学校を踏襲している。本科研究科の2年生。各学年の主席は組長。 自席は副組長に任命され、学年をまとめる。定員は30名で、1990年代の倍率は5から6倍。制服はグレーのブレザー、ベストに同色のプリーツスカート、ブラウスにはリボンをつける。通学時には帽子も着用する。授業は1コマ1時間50分で、バレー、日部、演劇、 声楽など女性歌劇の舞台に必要な科目を学ぶ。若手劇団員が近鉄バファローズの応援パフォーマンスを行うようになってからは1996年より歌劇学校でもチアリーディングが取り入れられた。中学卒業後の独身女性が受験することができたため宝塚音楽学校よりチャンスが多い。このため年度によっては短大卒。 大学中退の者も,も入団可能だった。また、宝塚と併願する者も,も多かったが宝塚より試験時期が早いため、大阪機関士に入学者として掲載された後、宝塚へ進学した者も,もいた。学校生時代から本名でプロフィールが掲載され、芸名が決まった後も本名と併記される。プロフィールには身長だけでなく体重、 3サイズも記載されたこともある。1999年9月26日朝日新聞。この人に会ってみたかった王家のぼるさん。1993年1月27日朝日新聞。初舞台の準備に追われる大阪研究家生2000年4月26日朝日新聞。夢をあなたに、ニュー大阪、4日本歌劇学校。 研究火星1997年1月13日日本経済新聞入館、ドームデビューへ猛練習、猛牛に、完成、大阪の卵を舞う上限は19から20歳前後、年度によって変更を追う。1991年3月4日朝日新聞、出番ちょっぴりでも夢は満開大阪の新人15人、ザ・大阪レビューのすべて大阪日本歌劇団。 1984年発行などありがとうございます。